もうちょっと向こう側に投げたら違うかな。左側に何匹もいる。全然行かない誰も。あ、ブルーギルがついてる。向こう側か。やっぱギルが来るとバス来ますね。左から近づいてきてる。あ、でも見切りやがった。あ、見た。お、送った。釣れた。うわお。面白いぜ。うほう。うほう。よいしょ、よし、釣れた。面白い。勉強になりますよ、今みたいに見れてると。どういうアクションで食える、食えるじゃない、食ってくるって。思ったよりサイズだった。もっとちっちゃかった。はい、ボイルトリガーで今ヒットした魚なんですけど、これ投げると横向きで浮いてて、もうそれ見てギルがバーって寄ってきて、ギルがこのフェザーを突っつくんですよ。そうするとそれ見てバスが安心して寄ってきて、で寄ってきたところをこうチョンチョンってトゥイッチして、バスがこう見てるのをトゥイッチで近寄らせて、またトゥイッチで近寄らせて、最後はたまらんって感じでバグって食わせるような、このチョンチョンチョンっていうトゥイッチで今サイトで食わしました。まあそんな使い方もできます。 OK、 これはこれで。で、あそこ打ってくる。ゴミ、落ちてすぐパクって、やばね。すぐ食うのはいなかった。時期で浅いな。浅いけど打っとこう。水中に入ったのかな。お、食った。食ってるか、食ってる。やべ、スルーだ。あ、動かん、動こう。つるつるつる。やっぱみんながなんか打ち残してるようなところにいるな。うわ、これすげえことになっちゃったかな。糸がずるずるかな。切れないで、切れないで、切れないでね。ちょっとバックします。よいしょ。うわ、重い。1キロくらいあんのかな。そんなないか。はい、私がこのテキサス、これドシャローの、ドシャローの浮き込みプラス、なんだあれ、枝裏に入ってた。コツ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 食ってた。太ってる。今日みたいに人が多いとやっぱり、まあ、カバ打ち、やっぱり今定番なんでみんなカバ打ってるんですけど、どうしても目に見えるああいうで、みんなが見えるとことか打ちやすいところのカバはもう打ち尽くされてるんで、まあ、多少こうし言っちゃえばしょぼい、こんなとこいるかっていう、なんかオーバーハングがあってみんな投げにくいとか、 あそこもういいやって思うようなとこに
落とすと結構簡単にコツコツって食ってくれるんですけど、でも昨日に関してはこのままやっぱりあの50っつったところでみんな打ってるんですけど、やっぱりこのワームだからちょっと反応違ったかなっていうのはありますね。だからもうとにかく目に見えるカバーだけじゃなくて、ちょっとこう上から垂れ下がってるツルとか、そこの表面にゴミとか絡んでなくてもツルが落ちてるだけでもその下とかにバスついてることあるんで、まあそういうところに引っ掛け10シェイク、表層で10シェイクしてあげると釣れる魚がもっと増えてくると思います。行ってこい。送った。すっげえ。すっげえ今見ました。見てないっすね。見てないっすね。食った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 。あれ離した。マジかよマジかよ。食った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 。おっしゃ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 。よいしょ。何回食い直したんだろうこいつ。何回か食い直した。今のはですね、やっぱり水面のゴミ直下で食ってきたんですけど、ゴミにキャストしてゴミにテキサスがちょんと落ちたら、もう落ちてすぐバフって出たんですよ。鯉が逃げとバンって言うけど、あれと全然違ってもうバフって言って食ってきたけど、多分これを食えてなくて、多分バスはゴミかなんかつまんで一回潜っちゃったんでしょうね。でしつこくシェイクしてたらもう一回グングンって来たけど、なんか離しちゃって、でそれからちょっとほぐして、まあ、ほんと水面のゴミにこう引っかかった状態で紛れた状態でシェイクしてたんですけど、それ一回ほぐして一回下に落としてからまたちょっと上げて直下でシェイクし始めたら、もうガツガツって食って釣れた感じですね。ずっと釣れてるパターン一緒ですね。やっぱり、その表層に浮いてる浮きゴミ直下でのシェイクがやっぱ効いてます。今の定番ですよね。そんな感じです。さあ2匹目のドジョウはいますか。2匹目はいますか。あれ行った。引っかかってる。あれ入ってなかった。もう一回投げれない。投げれない。ちょっとずれたぞ。ちょっとずれちった。2匹目いた。いたいた。2匹目いた。同じ、あ、同じパターン。同じところにすれてる。いてててててごめんね。あ、でも今度は。なんかちょっとすれんだ。よいしょ。これ皮一枚かな。やべえかな。よし抜きますよ。よいしょ。釣れんだっつってもそれでもこれ釣れんだって言ってもいいっすね。パンパン食い越しました。尻尾が太い。釣れた釣れた。お疲れ様でした。今回はやっぱりもう完全に産卵前の釣りですよね。もう浮き込み下にバスが直下に結構浮いてて、でその産卵に絡んでるようなバスがもう所々ポッカンポッカン浮いてたんで、沖側ですよね。そういうのが出てくるとちょっとこう食わせとか難しくなってくるんですけど、でもまあまあなんとかこうテキサス打って絞り出したっていう感じで、まあ、今回自分の好きなそのテキサスですよねでのカバーの釣りが、まあ、ちょっとハマったかなっていう感があったんで、まあ、十分楽しめました。まあ、皆さんもぜひ春の亀山湖訪れてみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。